吉田さん、まあ、私の方がねいい例になっていただければ幸いです無料でバンディーカムのロゴが出てもちゃんと商品として成り立つで人類でサイト作りまくっても全然それでもーユーザーさんはね、えー、利用してくださるちゃんと稼いでくださる、まあ、最近もね3ヶ月で100万円ぐらい、えー、売り上げ作ってくださった方がいて年収400万だなと思ったんですけどね だからまあできるんですよねだから形にこだわるみたいなところがありますけどあ結局そんなことよりも第一歩が一日も早く一秒でも早く歩き出したもん勝ちですよね形は走りながら整えればよくってしかもその形を整えるのって無料版から有料版にするだけなんでまはあ、っきり言って別に前後どっちでもいいんですよね走り始めて有料版にしても有料版を整えてから走り始めても走り始めるのがちょっと遅れるんですけどもね どっっっちかたらやり始めた方が得のような気がするな、うん、まあちなみにねあの私のチャンネルなんですけども、まあ、今年もていうか去年か去年もアカウントの提唱に2度ほど食らったんですけどもその度にサブチャンネルがなんかね育つんですよまあ500人ぐらいしかいないですけどねでも逆に言うとこの500人は私を探してくれてるんだと思いましたね裏を返すと1万以上のチャンネル登録がいても まあ濃いのは500人ぐらい5%ってことなのかなと思います。でもね、全視聴者数の5%いれば、まあ1億はあ,あり得るということなんですよね。うんあ。すごいですね、これね。500人で1億でしょ ?1 億500人。すごいですね、やっぱりね。うん。YouTube すごいわ。最近あの YouTuber オワコンだとかね。あの人気 YouTuber さんがちょっと引退する意向とかを出してるんですけども。 だったらねその人気 YouTuber さんの1段階下の人がグッて上に上がるだけなんでユーザーさんっていうのはね自分のお気に入りがいなかったら似たような人を探すだけなんで消費時間は変わらないんだろうなぁと思いますねお気に入りの YouTuber さんがいなくなったから YouTube 見るのをやめましたっていうのはなかなか考えられないんで代わりの人を探すんでしょうねきっとねキャバクラと同じで自分の指名の女の子が上がっちゃったら引退しちゃったら別の子いないかなって探すだけですもんねいってらっしゃい